胸肉生活1日目で結構挫折をしてしまって、うわこんなパサパサなの食べれねえよと思ってたので、はいこんにちは、ナースケです。ということで今回は胸肉生活を始める前に知っておきたいこと9選、よいしょー。ということで、筋肉をつけるためには胸肉を食べた方がいいと、ほんわかに皆さんの知識にあると思います。ただ胸肉どんなことを知ってんのか、知っておけばよかった、継続できなかった、あれ筋肉つかなかったっていうね、この最悪な状態に陥る前に、皆さんの筋肉をつけるための胸肉について、筋トレを始めてもう何年も経ってるんですけど、たくさんあります。これ知っときゃよかったなって思ったので皆さんに共有します。ということで早速、胸肉を大好きに胸肉を大好きになる方法ちょっと調子悪いな。早速いきましょう。続けられない人が多い、まず最初に言っておきたいのは、続けられない人が多い、本当に多いということです。胸肉っていうのはね、とにかくパッサパサしてんのよ。口の中が水分が持ってかれる、このね食感が好きっていう人あんまりいないと思う。てか僕は会ったことないです。胸肉のねこの食感っていうのはね、なかなか手強くて、ご飯を食べるのが苦痛になっちゃうんですよね。ダイエットイコール胸肉みたいになるけど、食事がまず嫌になるし、美味しいものを食べたくなっちゃう。続けられない人がめちゃくちゃ多いです。だからむしろ続けられてる人、そこのあなた本当に素晴らしい。なかなかねこの胸肉を食べるっていうのは、筋肉がある人でも結構きつくて、もう僕のね周りとかでもね、やっぱり口にずっと胸肉頬張ってる人とかいるし、僕の弟なんかね、ご飯食べるのに2時間ぐらいかかるって言ったけど、マジできついのよ、マジできつい。これね本当に胸肉を効率よく食べる方法を知らないと結構損しちゃうので、続けられたら自分がすげえんだって、うわ他の人よりもちょっと才能あんじゃねって、食事にも才能はありますから、才能あんじゃねって思ってください。調理が難しい、ここはね僕のキッチンなんですけれども、まずね胸肉を切って、そして胸肉を入れていろいろ調理をするわけですよ。調理がむずい。あのね、茹でるだけって思うんだけど、茹でてね食べたらわかると思う、超パサパサしてんのよ。だから胸肉って結構調理が難しくて、普通のね奥様方の調理の腕だったらね結構うまくできると思うんだけど、僕とかこういう筋肉をつけるために料理を始めましたっていう人は結構むずいと思う。今までねお母さんのお弁当とかを食べていた人間から、お母さんの人間、お母さんのお弁当神様だったんだって思うくらいね、とても難しい、とても奥の深い料理でございます。お肉の中でね一番難しいんじゃないかって思うのが、僕はね胸肉なんですよね。そう、ちょっと焼いただけだと食中毒怖いし、火通しすぎるとパサパサになるし、これどっちを取るのっていう、この合間をねスレスレを取ろうとするとちょっと怖いから、ちょっと火通しすぎたらまたパサパサになるし、ちょっとね火を通さないでいるとお腹痛くなっちゃったりしてね、どっち取りゃいいのっていう、とにかく調理が難しいので、かなり奥が深いということをね知っておいていただきたいです。ちなみに僕のおすすめの調理法は、胸肉を切って鍋に入れてめんつゆを入れる、そして3分間茹でて火のチェックをして、赤いところがなくなったら OK、 こんな感じです。ネバネバ系と一緒に食べろ。今ね僕のね冷蔵庫にはねネバネバ系がないから結構ピンチなんですけど、ネバネバ系って何っていうと、納豆とかオクラとか何でもいいんですよね。トゥルトゥル系でもいい、このスパゲッティの素とか、こういうのと一緒に食べることによって、最初に言っていたパサパサ感というものがなくなります。このパサパサ感が一番的なわけであって、このネバネバとね一緒に食べることによって胸肉を食べるっていう苦痛がねなくなります。これはね結構皆さんに知っておいてもらいたい。トゥルトゥル系の代表で言うと卵とかご飯も入るのかな、だけど一番相性がいいのはネバネバ系、特にね納豆オクラ、ここら辺と一緒に食べてる、筋トレをやってる方結構多いんじゃないかなって思います。一時期ね沼っていうダイエット食が流行ったんですけど、それもねなんで流行ったかっていうと、胸肉がとにかく食べやすい、そして炊飯器で調理で超楽っていうね、さっきの調理がむずいとパサパサする、このね2つをね相殺できた料理がバズったわけですね。だからネバネバ系っていうのはすごく相性がいい。2キロの胸肉は安い。僕もねいつも冷凍庫にこんな感じでね2キロの胸肉を仕込んでおります。なんでこう2キロの胸肉を買うかっていうとね、とにかくね安いんですよね。だいたいねスーパーとかだとね1パック200円とか200いくらで売ってるんだよね。これは2キロで800円とかで売ってるから、この中に7枚ぐらい入ってるわけよ。だからパックでこの分買ったら1700円ぐらいするんだけど、それを800円ぐらいで買えちゃうと、もうめちゃくちゃ安いから、業務用スーパーとかで買った方が個人的にはおすすめ。僕が一人暮らしを始めた時はずっとこれをね買ってて食費を節約してました。それを知らないとね、胸肉安いって知りながらも相場が分かんないから、結
構パックで買っちゃう人とかいるんだよね。だけどこっちの方がぶっちゃけ安い。パックで買ってもいいんだけどこっちの方が安いので、僕はこれを買って冷凍保存していちいち解凍してます。ケチなので、ケチな人はその方がおすすめです。まとめて仕込め。仕込むときはね、一気にバーッとまとめた方がいいです。2キロ買ったら2キロ分を全部バーッと仕込む。僕は最近ね、こんな感じで一気に低温調理しちゃって味をね変えて飽きないようにしてるんですけど、一パック一パック買ってるととりあえず高いっていうのと、毎回こうやって料理しないといけないからね、筋トレのために料理を始めた人は少しね、めんどくさいと思うんだよね。毎回毎回ご飯食べるたびに料理して、でその料理はなんかパサパサしてるし、なんだこれ、何やねんこれっていう。だから一気に仕込んじゃった方がいい。僕はもうね、一気に皮をバーって剥いで2キロ分ボンって切って、朝茹でるだけみたいな。朝茹でて食べきれなさそうだなって思ったらすぐ冷凍庫しまって、そんな感じにしてました。そうすると手間が省けて継続につながります。安い、そして継続につながる。この2つがね、結構僕の中で筋トレに最適な食事を続けられた一つの要因かなって思ってます。ささみを食べてる人の方が少ない。これはですね、僕の調査によりますと、ささみを食べてる人の方がちょっとと少ない気がするんですよね。筋トレイコールささみとブロッコリーみたいなね、あなたささみとブロッコリーしかやっぱり食べてないんですかみたいな、そういう質問をされるんですけど、ぶっちゃけね、ささみよりも胸肉の方が多いと思う。僕のね、筋トレの周りの人もね、結構胸肉食べてる人ばっかりだし、ささみ食べてる人あんまり会ったことがないんですよね。あるけど本当に10人に1人とか、そんぐらいの割合、もっと低いと思う。結構みんな胸肉をね食べてる。これなんで胸肉みんな食べてるかっていうと、多分だけど安いから、仕込みが楽だから、この2つではあると思う。胸肉はねこうやって皮剥げばいいだけなんで、でささみっていうのはね、人によっては筋があってね、それを全部取りたい人とかもいるから、それ結構手間で腱鞘炎だったんですよ僕だからね、胸肉食べてる人の方が多いです。ささみと胸肉悩んだらどっちでもいいと思うんだけど、結構胸肉を食べてる人の方が多いよっていうのはね、参考知識になると思います。胸肉とブロッコリーではない。さっきね、ささみとブロッコリーだの、胸肉とブロッコリーだ言ってたんですけど、どういうことじゃと、そういうことではないとはどういうことじゃと。胸肉とブロッコリーだけ食べてるわけじゃない、本当に。むしろね、僕の周りはね、これさらに言うとね、ブロッコリーを食べてる人っていうの方がね少ないと思う。結構ね、ビタミンとかそういう野菜系はサプリメントで摂る人が結構多くて、やっぱ白米、胸肉と白米をね食べてます。筋肉もつくし痩せるし、これ最高なんですよね。胸肉とブロッコリーだけだとどうしてもね、エネルギーがなくなって筋肉が減っちゃうから、結構ね偏見かなって思います。だからここは胸肉とブロッコリーじゃないっていうことだけをね覚えていただければと思います。胸肉と相性がいいのはネバネバ系、そして白米、この2つです。胸肉のミンチは食べない。よくこうやってスーパーでね、胸肉のミンチとかこうやって売ってるんですけど、さっきねパサパサだから、じゃあ胸肉のミンチで食べようって方結構いると思うんですよ。調理もめんどくさいし、ミンチのまま売ってるならこのままねつくねにしちゃって、鶏のつくねができるじゃん、お鍋になるからいいじゃんって言うけど、胸肉のミンチ食べる人が結構少なくて、なんでかっていうと皮がねそのままミンチされちゃってる、鶏肉の皮を剥がさずにミンチされちゃってるものが結構多くて、その判断がね難しかったりするんですよね。トレーニングにとって鶏の皮っていうのはあんまり食べないです。なんでかっていうと油でしかないから脂肪になっちゃうんですよね。ヘルシーな胸肉なのに唯一脂質がついてるのが皮だから、みんな皮を取って友達が来た時に僕はこうやってあげるんですけど、それがね一つ懸念点としてあります。だからミンチはね自分でやるっていう方が結構多いですね。これを知っとかないと後々うわっ、ずっとスーパーに売ってたミンチ食べてたよってなって、もしかして余分な皮も食べてたんじゃないみたいな感じになるので、ここだけ皮っていうのだけ気をつけていただければなって思います。胸肉は最強。これまでね、胸肉の嫌なところとか続けらんねえよとかね、いろいろ話してきたんだけど、胸肉っていうのはね最強です。僕が思うに最強の食材、まずね安い、そして脂質がない、タンパク質が取れる、これだけでも最強なのに、さらに食べるとね疲労回復の効果があったりとか、胸肉っていうのはね水分が結構多く含まれてるから消化にもいいって言われてます。あとはプロテインと違って固形物だから代謝も上げてくれると、こういうねいいところがたくさんあるのが胸肉なんですね。だから胸肉っていうのは最強、食べてて常に体が進化し続けるような食材だと僕は思ってます。僕はね胸肉生活1日目で結構挫折をしてしまって、うわこんなパサパサなの食べれねえよと思ってたので、こういういろんな知見があった方が胸肉生活を続けられて体もどんどん変わると思います。僕もねこれから胸肉も食べるし、お昼も今日も胸肉だから、ぜひ一緒に胸肉生活
頑張っていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。